ははい、それでは時間がちょっと過ぎておりますが、えーえー、先週に引き続きテキストはですね、丸5、大和の風味の丸5ですね。で、えー、いきますはい、はい、ではお待たせしました、10分も遅れましたが、はい、10分長くやります。 えそれでは今日は新設大和のふみですね第六回で今日でございますで今日は赤字でちょっと題名書いておきました金銀の王朝犬国でございますあるいは犬国でございますねはいさあもういつもお出ししておりますヤイデンの地図ということでこの前アマテラス対スサノをやりまして 結局アマテラスこと本来はギハイヒの御こという女みですねがえスサノオをやっつけてそれでえ犬国をえ建国したんだということをやったわけでございますね。もう一気にそこまで今日はその犬国っていうのはじゃあ歴史的にどういう国なのかということをですね今日はやっていきたいと思うわけでありますね。 でここの年表で紀元前14年これも確かではないんですが天照大神笠山に降臨犬国が始まりますね。で天の金山の、えー、鉄から、えー、鏡を製作したという話もこの前天の岩屋とのとこでやりましたですよね。それから、えー、紀元後57年に馬島での当選というのがありますね五冠の公武邸から金印を貸しされたこれは馬島で,ではなくて この河原に残った天の神山の御箇が五官の皇武帝から金をもらってきたようだということをもうすでにこっちの中で書いております。でこの時からですねずっと1世紀の間通して犬国栄えます金の国栄えますね。で107年の時にはこれは古い方の御箇所では和,和の綿上国王水晶が 成功160人を献上したという記事が中国外に残されておりますね。で、ここに私のこの本当にとんでもない、えー、推測ですが「金銀削岩シルモン撤去」歌されたんじゃないかあるいは私はここのところでいやこれ倭国で作って犬国で作って逆に五冠王朝に献上したんじゃないかということをまたとんでもないこと言よります。 もう日本の考古学の定説と180と違うことばかり言っております。そして121年に神武天皇が即位大和国政治ですからこの紀元前14年から119年までですね西暦119年までが起印でよく知られる鹿の島から出たとされる起印に彫られた漢の犬国犬国ですね。 この王朝があったんですよということでこれが「日本書紀」ではまだ「神代」のところでつまり神武が大和王朝を建てたというその直前までが神代に当てられとるわけですね。だから今今日日はは代代のの最最後後ででございますすわけですねそれでは、えー、とここの,あのうんさっき森さんから案内ありましたように「五」ですね。 えー、ここの「の神代記周章豊国大和と日の国大和の交流」というのがここにありますねこれ、あのー、新聞に発表したものと違ってこちらはあの私が書いたこれ原稿でございます、えー、少し読んでまいりましょう「えー、漢の犬国の隆盛天神逃げやひのみことの降臨から始まった犬国は五漢への兆候を続けた」。 ここれ大事なとこですね五感に長候したから五感所に残ってるんですよね犬国の記録がね当たり前です。で太宰府天満宮に伝わる東大の百科事典で天下の古書、えー、日本の太宰府天満宮にしか残ってませんでしたしかも東伊殿だけです。ににある五所には これ私が調べた結果車尚の五感定三国志の前の五感定だろうという言葉で突き止めてありますそこに後部の中元2年これが57年ですね倭国、えー、もう倭国になってますねこの五感情はね奉公長が氏詩人自ら逮捕これは集代の寛名で まあ五王朝はえらい古臭い官名使いよるなということでちょっとにあの犬国馬鹿にしたみたいですよ。と称す。で後部五巻の後部邸です。琉州でしたかね。はい、多謀に印樹を持ってす。で安定の永諸元年西暦107年、えー、和王水晶あの和の綿上国王というのが汎用の五官所では和王って変わっておりますね。これも微妙な違いです水が 成功、えー、160人を献図とあるとで瀬戸内海に浮かぶ生口島広島県尾道市には中国に献上された「生後育地、えー」いつも嫌がられます「食肉用奴隷」が囚らわれていたとの伝承が残る「生後の地名は育地の地名は尾道市以外には今のところ見当たりません」でまた「仙台九字本義には「物ロベし」の本です。 にぎはやひのことされる馬島での御事古事記では馬島寺の御事が筑方から瀬戸内海を当選大和の国奈良県の イカルが峰にあれは大阪府かもしれませんに舞い降りたと記され筑紫物の部氏の統制という史実を語っている筑豊の物の部氏と大和の国のつながりを示す例はまだある釜市うまみのうまみ神社周辺を本拠としたうまみ物の部氏うまみという地名は全国でも釜市と奈良県河合町の うまみ丘陵公園や道県広陵町にしかない2世紀初めには田川を都とした犬国が近畿伊勢に進出した痕跡ではないかということをもう3年ぐらい前に言うてしもうたわけですね。今日ちょょっと考古学の新しししい資料を出しましょうあの以前にも出してあります道北文化圏と道徳文化圏の地図ですね。 今日お持ちしたのは安川下流域の弥生遺跡ということで多分安市の銅宅博物館に勤める考古学の先生たちが作った地図だと思います出典寺沢香る王権の誕生に基づく作成とありますねさあそこに銅宅文化圏こう書いてありますねはい、銅宅文化圏ですね でここにあの出雲型道府県ということで高陣谷遺跡とかかも岩倉遺跡とかの、えー、道府県も書いてあるわけでございますここ注目しましょう大阪湾型道府県大阪湾型道府県地域は主に道宅でしょ大阪湾だけ 大阪湾型どううかっていうのは出るんですよやっぱり私はこれは馬島での御事馬島地の御事が瀬戸内海通ってここから馬見物信さんもそうですけどこう言ってますよって言っただけです。物信氏の当選が人務当選の前に期限前にあるわけでございます。 これ考古学が示してくれておりますこの大阪湾型同北湖はさらに新州まで伝わっていますね後の時代にだからモノロビさんはやっぱりどん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 ん東に進んでるんですよそれを考古学の先生たちが今までいい加減やったからあんま発表してこなかったわけですうん。やっとここまで見えてきてるんですよだから考古学の先生も私と同じようにもう少し文献をよく勉強してくれればせめて仙台九字本木読んでくれればあやっぱり 福岡県から同方向かかえた連中が出雲を通ってでさらには向こうの大阪まで行っとるんじゃとでさらにはまた長野県まで行っとるんじゃということですぐ気づくわけでございますねこれがあのいつもあの全体的な捉え方されてないからいつまでたっても局地的にあるって言ってるだけでじゃあそれが歴史の中で何を意味するのかということについてはもう考古学の先生たちは何も語れないわけでございます。 私の想像力だけがこれを結びつけ取るわけであります。あるでしょう？う大阪湾型どうかどうこう。先生それ何、はい、何個も出てるんですか。えーとね、先生六振りぐらい。その青い、うん、黄色の中だけよ。あ色あ黄色だけ。うん。でこれは間違いなく弥生時代よ。<ー>弥生時代よ中級。その青いのは何ですか。青いのってどれ。 それこれ,、うん、これはあの瀬戸内海中心に出るやつこれ平型銅剣だから考学の先生は形だけで銅剣とか銅北とかどうか,かって言えるだけでこれみんな矛です <laughs> これ剣じゃないですこれ矛ですこれもこれも矛です普通それないですよね何がその黄色と青の黄色と青っていうのはもうこれは新しい宝図です 先生が作ったんです。私じゃないです。これ,これ,これですこ。ここの人たちです、近畿の人たちです。で、それは何世紀ぐらいのとか、分かってるんですか。る弥生時代中期って書いてありますけど。今、私たちがやってる時代です。先ほど言った紀元前14年から、卑弥呼さんが出てくるまでのところです。ジムさんのところまで,です。この辺り弥生中期です。でこの今、分布図を。鎌麻市の松浦学園に見せたら。 なんんういうでしょうううででですすかさあどししょねね楽み聞いてみたいですね <laughs> あんたこれどう思うね馬島での見事が言っとるが知ってるんですかねいやー高校はこの人が知らんわけがないでしょうただ彼らは歴史的につなげることはできないだけですああ知ってるけどそういうふうにはしない多分言わないかだって人武が架空なんだから、うん、まして馬島での見事なんてのは架空の架空ですから 彼ら賑わいだって語ろうとはしないんですからねそれはもう無理ですよはいそういうこと分かっていただけますかねあるでしょ証拠が私あの新聞に短く書いてますけど結構大事なことを各行に散りばめておりますもう一回見ましょうかこれだけのこと書いてますよ馬島でのみこと、畜氏物延べ氏の統制そうでしょう。神武統制の前ですよはっきり書いてるんですよ ううまままいい物物も書きましたよ上い物述べいや。だからそれがないとあれでしょ要は「古事記日本書紀」も成立しないわけでしょ逃げはしないわけでございます本来だから認めても良さそうなんですけどねいやだから彼らはもう神話にしてしまえば奈良県に大和王朝が起こったって言えるわけやから絶対認めたくないわけですご存知でしょもういい加減。もうそ <Okay. S 1> そろそろかはい。 さあそれでは神代記終章でではは代今度は日の国大和ですもう一つの足原瑞穂の国豊国の犬国が隆盛を誇る中南でも足原瑞穂の国が侵攻したその名は日の国大和中心地は熊本県の菊池川流域にある菊六盆地だ太古に大きな湖があった。 熊本県教委文化課の調査では小野崎遺跡からは弥生式土器や五環境鉄属鉄布鉄製の釣り針2本などが出土もう鉄製の釣り針ですよ縄文から古墳時代の出土物はコンテナ2,000箱分に上るこれも現地で調べました吉野ヶ里遺跡に匹敵する大観光集落の宇てな遺跡 宇定なというのは大という字を書きますね。これで宇定なと言いますます。大です大。大大系の大。これで宇定なと言いますます。宇定な遺跡からは8年から23年、これ西暦ですの新王朝。中国はあの前漢と後漢に分かれてますね。その前漢と後漢の間にこの王莽が建てた新という新しいという字を書く新王朝というのは存在したわけですが。 その時の貨幣やそれから、えー、これは木之城遺跡ですかね木之上遺跡ですかね菊池からはジャポニカ種の揉み跡がある弥生土器が出土しただから熊本県菊池川流域にも稲の文化が当然起こってたわけですね。でこれらのことから菊六盆地と長江下流との関連性がうかがえる。 えー、プラントオパールの世界で決まってますからねで、ジャポニカ市の米は超高下流から伝播したとの定説があるまた奥の正雄氏らの説では弥生期の製鉄技術は超高下流から北部九州に伝播したとされる山ヶ市には特別天然記念物に指定されたアイラトビカズラが生息しているが市の解説には原産地が超高流域とある だもと人とは、長江流域から来たという伝承と実物があるわけですねで。両地域の関わりを記した文献もあるで、国立国会図書館の後に所蔵される松野。松の村地岸系図だ。冒頭には房郷房ですね。光子貴純とある房は、春秋時代に長江流域を収めた呉の最後の王だ。三国時代の呉じゃありませんよ。春秋時代の呉ですよ。 で中国の秘書には紀元前473年越王光線呉滅ぼすとある「図は公子紀」について孔正天皇3年紀元前473年来朝し火の国大和にジュース純は犬に虚すと忠を施しているこれはちょっと疑わしいんですがね。ですよ フサの三代目ですね。フサの孫ですね。これは事実かどうかわかりません。はい。で、系図には断絶やだ脱落も多いが、日中の師匠を分析総合すると一世紀後半キクログボンに神代最後の王ヒコンナギスタケウガイやフキアイズの実こが現れたと推定する。日本書紀ではこの王がカムヤマとイワレヒコの実子と後の神武天皇らを生み、ヒムキのアヒラヤマ の上の御朝木に葬られたと記す山鹿市には阿ラ山とあるいは御平山ですねと阿ラ山陵があるところで 五を滅ぼした越も紀元前334年蘇に滅ぼされるこの時仲の悪い五越の民が同じ船に乗り東海の島に逃れたのではないか五の民は菊池川流域に越の民は恩賀川流域に住み分けたようである。 この仮説はあくまでも水量の域を出ない破天荒の考えだが後の神武統制や義士和神殿に出現する大和国の数々の謎を解く鍵になったのであるこれが僕の経験でございますね、はいえー、写真等でもう一回、あのー、これの,あの横ですねここにちょこちょこ出てますこれはあのたっぷりと見ていただきましょう、はい、もう一回犬国の誕生あたりからです紀元前14年 にぎはやひ天照大神豊足原瑞穂の国の笠木山に降臨天照宮です私初詣に帰ったおみさんでしたねさあ縦岩の石膀町縦岩式石膀町の流通するところ今山の石膚の流通するところこれが多分犬国です広いです範囲熊本まで入っています 佐賀県も簡単に入っています長崎県も入っていたかもしれませんね大分県はまだ出土のサンプルが少ないんではっきり言えないだけですこれ大分県も入ってるでしょ宮崎は分かりません <laughs> まだ縦屋敷志望庁が出たという報告はありませんねでもまあほとんど北部九州北,北部九州中九州あたりまでは、えー、領土の範囲だったと思います その天神降臨ですね結局彼らもこういう国から、えー、海を渡ってきて彦山まで入った一族だってことはもう何度も言いましたよね。はい、これ天孫でしたねそして先ほどありました「えー、にぎはや日の次」の王がどうも天の籠山の尊天の籠山の尊ってはっきり書いてあるんですよね。 で,馬島での見事はさっっき言いまましたに、ね、大阪湾にって,ってますでこれが、えー、私がやはりいろいろと文献を読んでいく中で九州の我々に意外とまだ今でも息づいている伝統ですが長男早くに生まれて早くに成人したものは外に出るんですよね。新天地を開拓するんですよ。 で一番年下が土地に残るからそれで親が年老いた時には一番下の子がその面倒を見てその後を継ぐということでこれがよく「古事記日本書紀」に言われる末子相続っていう原型ですよね末の子が後を継ぐというこの原型は多分これは天族の伝統ではなかろうかという考え方ができます。 私も実は福永家の長なんですねいやもう兄貴いましたけどこれあの早くに死んじゃいましたかおじなんですねもう大学の時からも東京出ちゃいまして三十数年間帰ってこなかったですよね弟は福岡にとどまったままですで弟のとこはもう子供がいますからもう福永家はもう弟が後を継ぐことになります僕の家はやっぱり天族です天族の伝統そのまんまですね僕はもう家飛び出したまんまですはい ま皆さんの,あのお宅の中でも長男が後を継いだというよりも一番末っ子が継いだというお家がお結構あるんじゃないですか音楽家流域あたりはそれ多分天族の伝統ですよ私全然家にこだわってませんもう,うちの弟の名前って言いますもんねあの家の宅ですよ自宅の宅司とのですよ <laughs> どっちが長男じゃろうかという名前ですね 私、心臓ですもんね。<laughs> なんでこんな名前ちな感じでおかしくなるわけですよ。<laughs> はい。さあ、これ中国側の記録とそれから非常に重要な遺物ですね。兼務中元2年中元2年ですかね。 犬国奉公長がす詩人自ら大夫と称す倭国の南海きやむるや公武多門に印珠を持ってすこれがあの鹿の島から出たとされる金印ですね。でももう一回言います「天の鹿山のの事がに,にぎはい日の後を継いで名前の通り天の鹿山の麓に宮殿構えていたら57年にこの金印もらってきた。当然 河原三の竹の麓にあった宮殿にあったというのは私の説でございます後に神武天皇が筑紫から入ってきますでしょでこれがだから筑紫の国に持って行っちゃったかもしれないそれで筑紫の国のどっかの陰薬神社に納められていたかもしれないですねこれはもう定かじゃないですただの推測ですでも絶対鹿の島にはなかったこれだけは事実です鹿の島から出とらんです 全然遺跡がないですあそこは、はい、それから安定の栄誉元年でこれ実は、ね、あの今日はお持ちしたかったんですがね安定の栄誉元年この頃から五感の王朝が乱れていくんですよ安定が何せ13かそこらでこう、ね、幼くして即位するんですよ。それでお母さんがいわゆるあの「睡蓮調整」っていいますけどねあの後ろで母ちゃんが。 こう操って五漢の王権は急速に衰えていって勘案ばかりがはびこったというのがこの五漢の時代ここから始まるんですねそしてこの五漢の王朝が中心が権力を失っていくから朝鮮半島や倭国がもう制御をしきれなくなったって五漢女の観念に書いてあるんですよ。五に 今日それを持ってきたかったんですけどね、今日間に合わなかったんですよ。はい、もうご感情に早くもこの安定が安定がですよ。この和国王推賞が和面上国和面上国を推賞が成功百六十人を剣じて証券をねごうで、この年にもうすでに中国の都はもう乱れつつあったんですね。 でこのあとにもすぐ朝鮮半島も倭国も,もうコントロールが効かなくなったっていう五感女書いてあるんですよ。うん、いや大変なことでしょ。いやだからもう2世紀初めもう二世紀初めもう五感の支配が和人の国まで及んでない。いやこの時に出てくるのが実は神武さんですよ。 こういうこと言ったの日本で私だけなんですよでその時もらってきた鏡これなんじゃないのと私言ってるわけですあのヒタの金銀作画種類鉄橋でございますこれはねあのヒタに住んでらっしゃるのかな女の方ですねルリさんとかいう人ですねルリさんねルリさんが、えー、あそこのヒタの博物館に置いてあるその金銀作画種類鉄橋の磨き上げたやつね これをずっとも見ながら、それであの想像を膨らませて自分でこう絵にか描き上げたと。だ私が知る限り、日本で一番美しい金銀三彩種類も持っなんです。多分実際にこれくらいに美しかったんでしょうね。宝石いっぱい散りばめてあります。先生それは、はい、その皇帝しか持てないような鏡なんですよ。これ皇帝クラスです。じゃなんで日本にあるわけですね。それがわからって。 これが分かったらもう簡単でしょう世の中 <laughs> ただこの時のだから和国王というのは五冠の朝廷にとっても非常に重要な存在だったということでしょうね。魏の曹操があのお墓にもらった香料の中に入っていたという「三国志」で出てましたけどね結局現物来なかったんですよ。あれこんなもんですもんねちっちゃいですもんね。 大きさ同じなんですよね、これね、実は、ね。いや、21センチとか言ってますよ同じですよね。同じで同じで、こっちの方が綺麗なんですよね、どうやらね。曹操のよりも綺麗な鏡とか考えられない。いや、だからそこが知りたいって私は思う。現物見たいって、僕にはそれが及ばんとです。はい、これ今、いろいろ話題が。あ今ね、あの大分県の、あのふどきの丘の,あの大分県の博物館。あそこで今これやってますよ、展示。 これ下出動は確定してないんでしょ？まだしないですね。この前なんか大分県の新聞が出しましたよ。あの手紙をあの梅原武さんの梅手紙を。だけどあの梅原先生のた手紙はいやありがとうございますみたいなもんですけど。いやそれだけですね、はい。でも公開されましたね。え？なんか梅原さんの娘さんが誰かし親族が公開したんでしょあ？あれ渡辺さんでしたかね？渡辺さんにあてた手紙ね。うん、はいはいそういうことです。 で私はこれをあのフラチリもですねいやこれ意外と倭国で作られて向こうに献上したんじゃないって言うわけですね。はい、義の曹操ももらってるわけですから義の曹操近いですけどこれは金銀よりも価値があるっていうこと私から比べるとこれも価値があるけどこれも同等かそれ以上。金銀は中国が認めた、まあ、国でしょ国の王に渡したんですか天国印と同じで、ね、西側のね。 いやこの辺りにやっぱり謎を解かなきゃいけないんですよ。うん、はい。それではそろそろ時間になりましたので、じゃ次回いよいよあの忍能の時代に入ります。ジムでございます。や,やっとジム登場です、ね。ジムです。はい。で次は10月の何日？え10月じゃないですよ。11月あ。ああ、すみません。はい、11月の5日ですね。はい。はい、11月5日。はい。11月5日で。 よろしく。ジム何回で終わりますかね。だから、ちょっと、あの。なかなか難しいですね、やっぱり。あの。また、ゆっくり行きましょう。はい。じゃ、あどうも、お疲れ様でした。はい、皆さん、お疲れ様でした。